ウセラフィムとしてファンの前に変えてきたキム・チェウォン。現在ハイブ傘下のソスミュージックに所属する彼女は、アイズワン解散から再デビューまでどんな時間を過ごしていたのでしょう。今回はルセラフィム・チェウォンの詳しいプロフィールというテーマで、意外な過去や裏話、そして消息不明だった時の驚きのエピソードまで一緒に見ていきましょう。ルセラフィムで再デビューを果たしたチェウォン。実は彼女のお母さんは芸歴30年を超えるベテラン舞台女優です。劇団フアムに所属し、最近も音楽劇やオペラに出演して活動しているといいます。チェウォンの美しい外見と舞台上での佇まいは、お母さんの遺伝子から受け継いだのかもしれませんね。中学生になったチェウォンはお母さんに初めて歌手になりたいと告白し、お母さんは反対することなく喜んだというエピソードもあります。そんなチェウォンは幼い頃からステージで活躍していたといいます。小学生の時は童謡サークルの発表会でステージに立ち、その発表会がなんと KBS 創作童謡大会でした。 KBS は日本の NHK のような公共放送局なのですが、この大会でダンスをしながら童謡を歌うチェウォンの姿が残っていて、この時から芸能の才能を感じることができます。この大会を通じて人々に元気を与えることに魅力を感じたチェウォンは、アイドルを夢見るようになったそうです。そのためかチェウォンに人生初のステージについて質問すると、童謡大会と答えるのではなく、小学校の時クラスメートたちと一緒に踊ったワンダーガールズのステージと答えますね。しかしチェウォンの期待とは裏腹に、学生時代は全く有名になることはなく、高校生で練習生となってからも力数が少なく物静かな性格も影響してか、同級生たちからはアイドルになるとは思われていなかったようです。ただ可愛い外見に学校の掲示板で彼氏がいるかと質問する子がいるほど、男子学生からの人気はありました。アイズワン時代もメンバーたちから静かな変わり者と呼ばれていましたが、それは学生時代からだったのでしょう。今となっては芸能人として立派に活躍し、韓国だけでなく日本やアジアでもたくさんのファンを抱える有名アイドルになったチェウォン。ルセラフィムではどんな変わった姿を見せてくれるのか楽しみですね。そんな愛嬌あふれるチェウォンを代表するニックネームはサンム妖精。サンムとは韓国語で太鼓の甘漬けのことで、プロデュース48で期待賞がサンムにそっくりだったことで付けられました。喜んでいいのか、なんとも難しいニックネームですが、身近で親しみやすさがあり、チェウォンにとっては良かったようです。またサンムから派生したニックネームもあります。代表的なのがサムアチで、サンムと韓国語のチンピラを表すヤンアチを合わせた造語で、わざとメンバーたちのカメラの前を通ったり、たまにカッとなる可愛い姿にファンたちがいたずらでつけました。ルセラフィムのリーダーとなりチームを率いる立場になったチェウォン。新しいグループではサムアチチェウォンの姿は見れるのかは注目ポイントでしょう。そういえばルセラフィムのリーダーにチェウォンが選ばれたことにかなりの人が驚いたといいます。アイズワンでは静かで愛らしいイメージだったので、リーダーとしてチームを引っ張るというのは想像できなかったからでしょう。ただ意外にもチェウォンもリーダーを務めた経験があります。プロデュース48のポジション評価で自分のリーダーシップを育てようと挑戦しました。視聴者も心配するシーンはありましたが、チームのメンバーと一緒に最後まで練習したり、メンバーを励ましたり、素敵なリーダーシップを見せています。そして当時チームメイトだったナコトは、一緒にアイズワンとなり、ナコとメインボーカルを争っていたユンジンとはルセラフィムで一緒になりました。この時チェウォンがリーダーをしながらいつも憧れていた人がいました。アイズワンの船長ウンビです。チェウォンにとってウンビはいつも頼れる存在で、いつも彼女の姿を見ながらリーダーとしての役割を学んでいたといいます。アイズワンの時もメンバーたちを強く引っ張りながらも力を発揮させるウンビのリーダーシップに感動していたチェウォン。新たに
ルセラフィムのリーダーとなった彼女は、これまで、ウンビの下で経験したことを、どんな形で生かしていくのか楽しみですね。ルセラフィムのメンバーたちは、チェボンを見て、赤ちゃんチーターというニックネームをつけてくれました。理由は、可愛いながらもカリスマがあるからだといい、末っ子のオウチェが、いたずらも受け止めてくれる頼もしいお姉さんと表現したのを見ると、メンバーたちをよくケアしていることがわかります。そんなリーダーとしての頼もしさはショーケースでも見せてくれました。ショーケースの記者会見で、メンバーが困りそうな質問があると、私がリーダーとして先に話してもいいですかとしきり、現在、この件については会社が対応している。この場で直接お話しするのは適切ではないためご了承くださいとメンバーたちを守る様子がありました。混乱しそうな質問や状況にも慌てずに、チェウォンがどんどん頼もしいリーダーになっていっていることが感じられますね。このようにルセラフィムの一員となり、新しい姿をたくさん見せてくれるチェウォンは、また別の能力でファンを驚かせたりもしました。なんと今回のアルバムにチェウォンが作詞と作曲をした歌があったのです。チェウォンとユンジンが作詞した収録曲ブルーフレームはルセラフィムの世界観であるクリムゾンハートを盛り込んだ曲で、青い光に沿ってアンノーンに向かう少女たちの話をしています。チェウォンはアイズワンの時もスローリージャーニーという曲を自身で直接作詞作曲し、収録曲として盛り込まれたことがありましたね。最後が近づくアイズワンとウィズワンの残り少ない時間のことを歌った曲で、この瞬間をもっとゆっくり一緒に楽しみたいという思いを旅に例えた名曲を誕生させました。この曲を収録しながらチェウォンはメンバーたちにゆっくり旅行の先生と呼ばれたりもしたそうです。作詞作曲の経験もあるチェウォンはルセラフィムではさらにその才能を開花するのか楽しみです。チェウォンはルセラフィムとしてデビューする前に公開された映像を通じて、消息がわからなかった時期の苦労について話しました。彼女はハイブへの移籍が決まってから毎日朝10時に出勤して夜中の2時に退勤する生活を送っていたそうです。その理由は保証のない将来に対する不安を払拭するためでした。チェウォンはファンの知らないところで毎日毎日練習に明け暮れていたといいます。しかし、そうやって練習してる間に忘れられるんじゃないかと、恐怖も感じたし、一方でいつも待っているファンのことを思いながら、頑張らないといけないと力を振り絞りました。チェウォンはいつもインタビューを通じて、ファンに対する感謝の気持ちを表現してくれますね。自分を綺麗と褒めてくれたファンの声が自信となり、ファンの応援のおかげでここまで来れたことをいつも思い出すそうです。そして、ファンが元気になれるならもっと頑張りたいと、強い責任感も持っているチェウォン。いつも努力するチェウォンのおかげで、ファンたちも、ルセラフィムのこれからの活動を楽しみに待っていられそうです。現在、グループの状況が大変で、リーダーとして、苦しい時間を過ごしているかもしれませんが、そういう時こそ、ファンも一緒に支えてあげられたらいいですね。